で、ガラスっていうと、まあ、工芸の素材っていうことで最初に頭に浮かびますよね。で、私自身も大学ではそういうことを勉強してきていまして、ただなんか作っているうちに、だんだんなんかこう、ちっちゃいものだけでは当たらなくなってきたというか、ガラスの素材っていうものの奥の深さをだんだん知っていくと、もっと違うことに使えるな、この素材、もっと可能性があるなっていうことで、なんだかどん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 突き進んでしまったっていう。こちらの釣ってあるものとこの壁のものは実は本当はもうちょっと一体化したかったんですけれど、まあ一応一体の作品という、一対の作品ということを考えていただきたくて、まあ何かっていうと、こちらは縁起っていうタイトルがついてるんですけれども、縁起っていうのはやっぱりね、皆さんの喜びだったりなんか幸せを運んでいくような導くようなものっていうことでずばりそのものを手柄を持ってきたんですけれども、それでまあ幸せを少しでもみんなが考えることでもう一歩が始まると思うのでね、その考えた気持ちを持ってこの部屋を出てってもらうと、なんかちょっとこういい変化が少しは私の作品で生まれるんじゃないのかなっていうような、まあ願いを込めた作品でいった方がいいかもしれないですね。こちら側の作品、反向こう側の作品に、映っている女性が沢田さんご自身がモデルというか、はい、これはフランスのフランス人、パリのカルディエスカーのクリエイターが、スペインでなんか企画した時に原宿ブロックというテーマで作品を作ってほしいというふうに依頼を受けまして、で、まあ、そのクリエイターの意図してたところがファッションかなと思って、ティーンエイジャーのファッションで、多分東京っていう、多分こうすごく、ベタなイメージを多分求めてるんだろうなと思って、この内容をプレゼンしたらぜひそれでいいことで作ったシリーズです。最初このロリータのシリーズで、ロリータっていうのはなんかその当時は双子っぽくわざとしたり兄弟っぽくしたり、なんかそういうなんか設定が彼女たちの中であるっていう話を聞いて、それをきっかけに、まあ、双子っていう、まあ、自分も面白いなと思って興味があって、でそれで実際に、まあ、双子っていうシリーズを作りたかったので作ったシリーズです。いや、ないですね。変装願望があったら多分私は毎日変装して別に作品を作る必要はなかったです。変装はあくまでもそのコンセプト、作品 のコンセプトを表現するのに一番適している手法を作った。なるほど。今日は変装してます。小西さんは、何年リード時代に研修に行かれたんですか？2010年から2年かけて、フランスのパリの方に研修に行ったんです。顔料も昔使われてたものも、必ずしも今使われてるわけではないので、入らないで、その顔料を取り寄せて、自分でこういうのを練ってみて、これ材料と対話するところが絵を作っていく。と思ったわけです。でやってみて、もう分かったと、これは具体的に言葉で説明できることをしてもないと思うけども、確かに今の映像と違う、ただ今の映像を使ったらできないかというと、それを工夫すればできるんですけども、まあ、とにかくそれを一回やってみたということがこの曲たちの方が大事なんだって、油絵の具っていう観念というか、その幅がずっと自分の中で広がったような気がします。後から見ると、僕がこうちょっとこう強さがあるような人や場合が多いです。優しくてこう柔らかい本場な感じというよりも、こっちに向かってきっと目を向けるような強さを持った人たちの場合が多いですね。それは後から自分で気づいた。これなんかここに響く。これも、Google 美術館で模写をしてたときに、ちょうど僕の真後ろで同じ部屋で描いてた、であったのが僕の子なんですけども、で仲良くなって、一緒にこう絵を見る横に行ってみたり、高価な部屋なんですけども、そこに行って、そこに行く西洋人に日本人が西洋絵画の技法を教えても変なもんだと思いながら、天平は覚えるんだと思ってたんですけども、そんな中から、この絵が出来上がったりとか、ある程度、自分との関係性みたいなものが大事になってくると思います。今後のご活躍はどんな感じにしたいと思います。ありがとうございます。おさんでした。